ならないでしょ、これ。本日はご来館くださいまして誠にありがとうございます。お客様に最後のお知らせをいたします。熊倉道信君という5歳の男の子を受付でお預かりしております。保護者の方いらっしゃいましたら受付までお越しくださいませ。電車内をご見学のお客様、ただいま開店しております機関車は C62 型1号機関車でございます。 C62 型は全長 21.5 メートル、日本史上最大最高最速を誇ります旅客用の蒸気機関車です。日本の冬季最高速度129キロをマークしました C62 型の10アーゴ機など有名な機関車がございます。ただいま開店しております1号機は1948年昭和の23年に北水産所で製造され、走行の距離は その後、広島第一管区に活躍の場を移しまして、夜行特急あったかぜ、さくら、はやぶさ、糸葉などの経営で活躍しました。この機関車は大井機関車や広島鉄道管区で保存されておりましたが、平成6年にこの富士工事蒸気機関車内に移り、 C62 型2号機と並びまして大変な人気を誇りました。検査台上で4回転いたしますと、車庫12番線へ顔を向けまして停止いたします。そのまま16時30分頃まで検査台上で展示する予定となっております。
して今回の停車内を活用した普通の特別展示を終了いたします。なお16時30分ごろまでこの状態で停止いたします。どうぞ皆様お見逃しのないようにご計画撮影のほどよろしくお願いいたします。本日はご覧ください。またご見学いただきましてありがとうございました。当館は17時30分まで開館いたします。